お疲れ様でした。はい、ちょっと最後になんか気になるあれが、なんかもやもやしながら、はい、ペンペンで終わったんですけど。いやいや、もうさ、最近だから、その、コモ祭りのね、楽曲提供を頼まれてからさ、あの、作ってるわけなんですけども、もう大詰めでもうすぐ出来上がるって時なんだけどさ、もうずっとさ、多分これ怒られるんじゃないかな大丈夫かな 私はさ、生まれた時からさ、水戸黄門祭りとかさ、ずっとさ、あの、親しみがあって、一切今まで気づかなかったんだけど、めっちゃ町屋さんが、祭りって言ってくる。あれだね。これは本編では言えないよね。言えないし、しょうもだ。言えないでしょあのね、あの、 サビの終わりが「この祭りだそいやさ」って言うのよ。もう「あっそういやさ」でしょとか言ってくんの皆さんこれね。NG かもしれない。アンタートックもダメかもしれない。ゆう子がね、こうを言う機会なんてそうそうないですから。いや、いや、NG かもしれないけど。ダメダメか。ダメ !P でいいよ、P。ー、ピ P でいいよ、P でといて。全部 P で全部ピーで。 もうだいたいあのね、多分番組アフタートークでもきっとピーってなっちゃうと思うけど、うん、まあ分かる人は分かる。分かる人には分かる。<laughs> 子供には良くないね。良 <laughs>、えー、くないですね。私たしもう気づかなかったから、うん、もう本当にひどいねっつって。まあまあでもあの正式名称ですからね、あの、ね、英語でも。 はい。あの水戸訪問祭りね水戸訪問祭りね受けちゃっていいんやめてくからねなんか町屋さんらしいなって思ってずっとニコニコしてたね好きだねそういうの彼はバカだなって思ってなるほど今回はですね忍も大さんに吹いてもらってさ忍もえー なんかちょっとは吹けるみたいな感じで聞いてたけどそうイさん昔あの高円寺の阿波踊りでさあの吹いてたからうんエとか尺八とか尺八であのエ私ももうなんか持っててダイソン持っててちょっと吹けるでしょっイってダイソン絶対今大孫っつってな持っててちょっと吹けでしょっ言ってまあなんかうん多分大丈夫って言って吹いてくれた。 えー、すごいの、うん、で <laughs> まあ何でも吹けるもんねだいぶレコーディングでなんかねそのうちコップの音とか入れるうんコ,コップの音からね紅、うん、のブーツの音まで、うん、<laughs> ブーツはね結果吹けてなかったけどね <laughs> そうだったっけ <laughs> <laughs> 空気漏れちゃって吹こうとはしたけど <laughs> でもの人の口は音出てたね口口でしたね <laughs> <laughs> まあ入ってるか誰と言わんけど <laughs> いやあれはさあのー、写真私は撮ったけどさ、うん いいやひどだったよだって、ダイさんさ、口をね、開けてもらって、吹こうとしたときに、あ、これ出ちゃうなって出ちゃう、出ちゃう、出そう、出そうって言ってたんでしょ。ちょっと俺、たまたまその時あのっち部屋にいたから。あい見てないんだけど。そうそう、見てないんだけど、すごい見たかった。出ちゃうなって言って、ポーっとなったから。出たた。出ちゃう予感がしてたみたい。やっぱ分かるんだって、見ると、これ音出るな、みたいな。 人によってはあるのがね、あふきやすそうな口してますね、みたいな。空気の流れが見えるらし、流れがね、なるほどね。なんか、よくないね、今日のきょうのちょっと、あのじゃあ、空気感変えましょうか、ちょっとクリーンな、せっかくなんで、せっかくっていうか、この場で遅くなりましたけど、誕生日、おめでとうございました。 いや、なんか会えなかったからねこの収録は6月下旬にしております高島屋の袋だなっていうのはね分かったのえ今開けていいのこれなんかさあれでしょあの開封動画開封動画うんあのさ新しいもの開封するさニコ動とかあったじゃん YouTube とかもねちょっとパリパリ言っちゃうけど今ね結構ね大きい箱なんですけどねこれね、ちょっと ちょっとテンション上がるやつだと思いますよ。マジであ、また来た。<laughs> <laughs> パスタシリーズ。 いや私すごく嬉しいですパスタシリーズでもねこれちょっとすごいよ伊勢えびのトマトクリームソースパスタのセットですようわ嬉しいうわ伊勢えび入ってる何これすごいじゃん。ソースじゃないじゃん伊勢えびじゃんもうそうそうソースも入ってるけども伊勢えびが丸々入ってるからこれさどうしたらいいのこれぶっ込むぶっ込んでください帰って冷蔵庫に入れて食べ今夜これ食べようえ嬉しい家で伊勢えビのパスタ食うことなんてまあないだろうないねしかも2個ついててでえこれさちゃんとさ 何何、あのー、なになにこれはそのまま入れればいいのどうなんだろうちょっと僕も調理法までは見てないけど加熱してじゃないかなまさかの伊勢海老そのままでって、うん、こ、ね、ないだねなんかのお礼にパスタセットまたくれたんでねあ,あそうねそうねその時も私すごい嬉しくてあっちまいなくなりましたけど、うん、これは美味しそうですねしかもリングイネの パスタもついてて、トマトソースもついてて、加熱するだけで OK。まあ生ものなんで、二食だけですがちょっと早めに召し上がってください。2> 2あの二食付きだけども全部自分で食べるけどね。私、うん、<laughs> <laughs> はパスタはあげないから。<laughs> ちょっとパスタには、ね、パスタには目がない欲深い人間だ。いや実はね納豆好き好き言われてるけどパスタの好き度はやばいからね私ね。だそれもあの実はなんかフェイクなんでしょう納豆好きなの。 えフェイクじゃあ納豆パスタも食べるよあ納豆パスタねいいですね好きなもんうしいやんか最近は納豆好きをさ私が言ってるわけじゃなくてさ勝手にいってやってるからいやだって実際そうじゃん実際好きじゃん大好きでだけどほら納豆の一人歩きは始まったよ納豆の一人歩きはいやでも実際ねもう僕らも楽屋裏のケータリングではもう最近納豆がマストになって いつの間にかね、納豆と卵とそうだよねあのんか冷蔵の箱に入れられてねライブしたいねんかそういうの言ってると本当だよねちょっと今夜のお寿司私も行こうかなまあそういういや行かなきゃいけなあなたパスタ食べてください私昨日実は食べたんですよあの寿司？パスタうんパスタ食べに行ってきたあそうなんだ今日一緒に行く人たちとあそうなんだあの人と 何人から行くんだろうね、今日ね。<laughs> ちょっと意味深な感じでね。というわけで、あっという間でしたけども、ス、はい、タートークもありがとうございました。ま,したまたじゃあ次回、はい、また呼んでくださいね。はい、よろししくお願いします、はい